ドン・エイリーは、イギリスタインウィア州、サンダーランド出身のミュージシャン。作曲、編曲のほか、キーボードを担当。数多くのバンドやプロジェクトに参加している。熱心なサンダーランド AFC のサポーター。エア・エイ、エイ・レイなど呼び方がある。身長180センチメートル。駆使している、鍵盤機材、幼い頃から、クラシックピアノを学び。 ノッティンガム大学を経て、英国王立農山音楽大学で学位を取得卒業する。1972年にプロフェッショナルな音楽活動を開始し、コージー・パウエルズ・ハマーの NANANA でレコーディングデビューする。1976年から1978年にかけてゲイリー・ムーアラと共にジャズロックバンド、コロシアム2で活動。 セッションプレイヤーとしても活動し、ブラックサバスのアルバム、ネバー聖大の録音に参加した後、1979年にリッチー・ブラックモアのグループ、レインボーに加入。ダウン・トゥ・アース、アイサレンダーのアルバム2枚の録音を残す。収録曲、ディフィカルト・ツー・キュアーは、ベートーベンの公共曲第9番をアレンジした曲で、グループのカラーに貢献した。 しかし、コージー・パウエルの公認のドラマー、ボビー・ロンディネリとは、馬が合わず、やがて方向性の違いから、アイサレンダーのアルバムツアー終了後に脱退した。脱退後、オジー・オズボーンとゲイリー・ムーアのレコーディングやツアーメンバーとして、キャリアをなす。1987年には、ジェス・ロタルの公式メンバーとなり、ヨーロッパ及びアメリカツアーに参加するが、 1988年1月には、脱退して、ソロアルバム、K2A コと悲劇の物語の制作に入る。1980年代からはほぼ、スタジオミュージシャン、編曲者として、主に、ハードロック、ヘビーメタルのアーティストのレコーディングで活躍。1997年ユーロビジョンソングコンテストの、英国代表である、カトリーナ・アン・ロザ・ウェーブスのエブ1997。 出展作品ラブ社員、A ライトの編曲とオーケストラの指揮を担当、英国に優勝をもたらしている。一時的に仕事が散発的になっていた時代を経て、ウリジョン・ロードのライブやレコーディングに参加。また、2002年にはディープパープルにジョン・ロードの公認として加入し、活動を続けている。1982年3月19日、ランディローズが飛行機事故による 墜落死したこの日、くしくもドンはセスナに乗る順番が、ランディより先だったため間一発墜落死を免れた。ありがとうございます。